アポロ17号撮影エイト県と周辺のクレーターエイト県は月の裏側にあるクレーターである。ヘビサイドの南東、珍しい形をしたバンデグラーフの北に位置しており、その周辺の南西はバートレットに、南東はベルグストランドに接続している。エイト県の周辺内側はテラス構造となっており、特に南西側の境界部で顕著である。エイトキン Z クレーターは周壁北部の内側にかかっている。周焉のすぐ北には A と金 A があり、明るいアルベドの噴出物で覆われている。内部のクレーター艇はかつて暗い溶岩流によって覆われており、特に南側半分で顕著である。クレーター艇には東部にいくつかの小さなクレーター、中心のちょうど東側にはコーナス、中央両線、西半分には より小さな一筋の稜線がある。このクレーターは非常に巨大な南極エイト県盆地の北縁に位置する。南極エイト県盆地の名はこの地形の両端にあたる南極とこのクレーターから取られている。エイト県はアポロ17号のアポロ指令、機械船がちょうど上を通過することからその観測対象となった。エイト県のごく近くにある 小さな無名のクレーターについては、アルファベットを付加することによって識別される。l p i Topographic Maps of 8Kin。ありがとうございます。